いやー、ここが新宿伊勢丹か。すごいなー。いや、インテリアフロアもこんなにいいものが集まって、自分のブランドはさすがに置いてくれないだろうな。諦めるな。え？我々は見てきた。宇宙の百貨店を見てきた。努力すれば必ず夢は叶う。そうだ、我々は見てきた。金星でも努力すれば夢は必ず叶っていた。お前らは全然わかっていない。お前はモダン製の。努力をしても報われないことは必ずある。大切なのは結果だ。お前たちの言うことにエビデンスはあるのか？いや、なんというか、エビデンスはある。お前の後ろにあるじゃないか。夢は諦めなければ叶うという何よりの証拠だ。はい、というわけで今回はですね、視聴者インテリアを褒める企画3部作最後の作品になっております。それでは早速行ってみたいと思います。はい、というわけでですね、褒める企画募集ということでね、こんな文章をインスタグラムのストーリーズで投稿してみました。優秀な視聴者さんのインテリアを褒めちゃう企画の募集です。インテリア整ってきたよという方はぜひ、ちょっと気になっているところがあれば優しく添削もしますということで、なかなかいろんなインテリア送られてきてはいるんですけど、やっぱりね、レベルが高すぎると何の参考にもならないよということで、ちょうどいいバランスの方をですね、今回もいらっしゃったのでご紹介したいと思います。こちらです。クリエイティブの裏側様、はじめまして。いつも動画を楽しみに見させていただいております。毎回学ぶことが多く、過去の動画を見直しながら勉強させていただいております。私事ですが、今年度から引っ越しまして、過去賃貸、今ゆっくりと家具などを揃えているところです。妻と 2.4 歳の子供と4人で生活しています。妻も私もモダンでシンプルな雰囲気が好みですと。なかなか珍しいですよね、夫婦でインテリアの趣味が合っちゃうというね、方いらっしゃいますけど、珍しいと思います。クリエイティブの裏側様 YouTube 動画を参考にして、妻と私が好きなグレー色を意識しながら、壁紙、ラグやカーテン、ソファーなど徐々に購入してきました。なんとなくまとまりがある部屋にはなったのですが、少し物足りないところもあります。特にダイニングテーブル側は強くそう思います。ということで、追加したい家具は便利上これといってないのですが、部屋の個性、象徴が出るようなインテリアを購入したいです。辛口大歓迎です。よろしくお願いします。というようなね、褒めると言っているんですが、辛口を懇願されているというようなね、状況にまで発展されていました。とてもね、簡潔にまとめられていて読みやすい文章だと思いました。要約能力が高くてね、文才がありすぎて、開業もしないのにこの読み心地がね、とてもすごい方ですよね。というわけで早速見ていきたいと思います。インテリアはこちらになります。グレーが好きだということでね、趣味が合うということで、ご夫婦でグレーのインテリアを買い揃えたということなんですが、壁紙、ラグ、カーテン、ソファーがね、購入できてきたということですが、まあちょっと物足りない部分があるということで、まずね、ここ参考になるよ、いいところだよ、視聴者の方もこれ真似した方がいいよっていう部分をですね、いくつもありますので、そちらの方からまずご紹介したいと思います。本当にね、これ良いところだと思ったのは、まずこちら、広さに対して家具の割合ですね、あとスペースの割合のバランスがいいと思いました。生活する上で窮屈な場所がないんですよね。で、ここであとね、無駄に空いたスペースがないっていうところがすごくね、バランスいいと思いました。結構ね、これぐらい、まあだいたい10畳から15畳ぐらいのリビングの方って結構多いと思うんですけど、そういう場合ってちょっとね、窮屈になりすぎてしまって物が多いよっていう方とか、あとはね、いろいろ手出せなくて困っていて変なスペースが空いちゃってるよみたいな方ね、めちゃくちゃ多いんですけど、それがなく、バランスの取れたレイアウトの割合といったような感じです。で、次にね、すごくいいなと思ったのは、島置きのソファーが低いというね、ここをよく考えられているなと思いました。これはどういうことかというと、まあ、インテリアのリビングとダイニング、これ一緒になっている空間ですよね。その中でどういったレイアウトにしようかって言った時に、ソファーをね、ダイニングとリビングの空間のね、中央あたりに置くっていうやり方なんですよね。その時に気をつけてほしいのが、ソファーの特徴、そして種類なんですよね。そ
ちらをですね見ていきたいと思いますが、まず今回のように低めのソファーで広く感じさせるっていうやり方があります。これまさにね今回の事例で、続いてね他にもありまして、背中側も手を抜いていないソファーを選ぶことです。例えば割とリーズナブルでそういったおすすめとしたら、モモナチュラルさんのねソファーってそういったソファーがすごく多くて、部屋の中央に置いたとしても背中見えますよね。その時にすごくね美しいシルエットというか、後ろまでこだわっているっていうところがあるんですよね。結構安いブランドとか、あとはね後ろ側をねあんまりデザインされてなかったり、こだわってなかったりするソファーって結構あったりするんですけど、モモナチュラルさんのねソファー、例えばこのクラウドソファーとかは後ろまですごくねデザイン性が高いというか、こだわりが感じるような感じですよね。むしろ後ろ側を中心にデザインされてるんじゃないかなっていうぐらいのねクオリティになっていたりとかね。であとは他にもソファーの選び方としては、そのものがオブジェのように美しいっていうソファーたまにあると思うんですが、例えばこのジャンルで言うとリーンロゼの東郷なんかが有名だと思います。こちらはですねちょっとね独特な個性のあるデザイン性の高いソファーにはなっているんですが、これだけに個性がすごく強くて、部屋の印象を左右するようなデザインになってますよね。この東郷ね最近すごく流行ってはいますけど、流行っているのにも理由があるかなとは思っているんですよね。なのでそれがこの理由でもあるのかなと思います。もう後ろから見ても全然物としていいですし、美しいという風になってますんで、やっぱ普通なソファーっていう感じが全くないんですよね。なので個性的な印象を作ってくれるソファー、こういったものがリビングで島置きのねソファーにする場合は、この3つのパターンがね失敗しないものだと思いますので、ぜひここも気をつけて選んでみてください。今言った3パターンっていうのをすごくおすすめで、やはりね島置きみたいな形もいいですし、壁置きでも全く問題ない、そういったね汎用性が高い3つのパターンになってますんで、まあ、後ろをね結構見ていただくというところがポイントになってきます。続いてね、このインテリアでいいなっていう風に思った部分は、片側アームのソファーですね。こちら何がいいかっていうと、動線を考えた形状になっているなっていう風に思いました。まずね用途として出入りがしやすいですよね。入り口から入ってオープンになっている形なので、すぐにねソファーの方に入っていけるっていうのもあります。そしてもう一つが、邪魔になっていないっていう部分があると思いました。これねインテリアの方を見ていると、カウンターの部分が、キッチンの方ね、カウンターがせり出しているっていうのが分かりますよね。これが多分ね胸元ぐらいかなになってくると思うんですよ、高さ的に。そこのすぐ脇に結構ねソファーのアームとかがあると、すごい狭く感じてしまうっていう現象が起きるんですが、これがアームがない分すごく低くなってますよね。なのでここのねぶつかり合いがなくて、こっちまでスペースが空いているっていうので、動線確保がしやすいっていうのがあります。限られたスペースの中で動線確保っていうのはすごく大事ですよね。毎日暮らしてそこを通るっていうことになりますので、この限られたスペース、この中ですごくバランスがいい選び方をされているなと思いました。はい、というわけでですね、褒める部分はこれぐらいにしときまして、本題の方ですね、おそらくこの方褒めてもらうというよりか、困っているのを助けてくれって感じなので、そこを解決していきたいと思います。まずねここなんですよね、ダイニングが物足りないと、部屋の個性が欲しいという辛口大歓迎というようなねメッセージいただいてましたけど、まあとりあえず問題のダイニング見ていきましょう。こちら確かにね物足りない感じしますよね。ちょっと寂しいというかね。でもうちょっと近づいた正面から見てみるとこんな感じになってます。確かに物足りなさ感じますよね。こういう時はですね、まず行動に移す前に分析することが大事です。なので分析をまずしていくんですが、その前にですね、部屋の個性がないインテリアを作ってしまう方の特徴っていうのがあるんですよね。それはですね、失敗しないように真面目に取り組んでいる人がこのね寂しいとか物足りないインテリアになりやすいです。ここ注意してください。例えばですね、グレーは無彩色なので喧嘩しないとかね、そういったセオリーがあったりだとか、あと統一感を出すには近い属性の家具を選ぶようにするとかね、そんな感じで、例えば僕の過去動画なんかでもそういったことよく言っているんですけど、結構忠実に試してくれていると思うんですよね。それでね、僕もねインテリアはセンスではなく理論で作ることができるよっていう話をね普段から結構してるし、実際できているとは思うんですが、
とは言いつつもセンスが必要な場面が1個だけあるんですよ。これはですね、この動画真面目に見ている人気づいてないんじゃないかなっていうことなので、ここでクイズにしたいと思います。はい、インテリアにセンスが必要なこととは一体何でしょうか。次の4つから選んでみてください。1、壁掛けアートを選ぶときにセンスが出る。2、仕上げのデコレーションをするときにセンスが必要。3、理想のインテリアの画像探しにセンスが出る。4、照明の選び方、これにセンスが必要。はい、どれでしょうか。この中で1つだけセンスが必要な要素があります。それは一体何でしょうか。ちょっと考えてみてください。よくよく冷静に考えてみると確かにいうようなものなんですが、僕のね動画を普段から見られている人はセンスっているんだっけみたいな感じになっている可能性はありますが、確かにセンスはここで重要な要素になってきます。はい、そろそろ答えの方行きたいと思います。正解は3番の理想のインテリア画像探しになります。これだけはセンスが必要というかセンスに関わってきます。というよりね、好みという意味でのセンスなんですよね。インテリアってあくまで自分が満足できるかどうかっていう部分なんですよね。来客はあるにせよそんなに人の目を気にするようなものではないですよね。ファッションほどではないですよね。用途的にも空間的にもね、気に入ることができればそれでいいわけですよね。つまりですね、何を買えばいいとかね、どこへ置けばいいんですかとか、おすすめは何ですかとか、よくコメント欄とか DM とかでねめちゃくちゃ来るんですけど、これらって他人が決めることができない自分の問題ですよね。実は自分がどうなりたいのかっていうね、描いてるものによっておすすめも何を買えばいいかもどこへ置けばいいかっていうのも変わってきますよね。センスってあるないじゃなくて違いがあるだけなんですよね。セレクトする好みが違うっていうだけ、つまり個性が違うよねっていう話でもあると思うんですよね。例えば理想のイメージを探すときに自分のセンスが出るっていうわけなんで、ちょっとね試しにね実際見てみてください。例えばこちら、シンプルでナチュラルなインテリアです。これはこれですごくいいな。僕もねもしかしたらこういう感じ憧れちゃうかもなんて思ったりします。で次はねレトロなインテリア、ちょっとねあこれもこれでいいじゃんみたいなねところはあります。で続いてはモダンなインテリア。こちらこんな感じで無機質な要素もありつつすっきりとしたシンプルなインテリア、これはこれでいいですよね。他にもですね、ヴィンテージとモダンをミックスしたようなねインテリア、このねヴィンテージ家具を使いつつも天井のね照明とかねソファーとかねすごく新しい現代的なものを使っているみたいな感じで、これはこれでいいなみたいな感じ、どれも素敵ですよね。好き嫌いはあってもいい悪いじゃなくてどれもいいんですよね。ここの部分がセンスだと思います。理想のイメージを選ぶ時に自分が反応するもの、そここそがセンスで、それ以降はセンスはもういらないし、分析してそれをやるべきことをするだけっていうことになりますので、まず一番重要なのはどんなインテリアにしたいかなりたいかっていうところを一番大切にしてあげてください。その上でね、ダイニングが簡単に様になるバランスを取るやり方、パターンをご紹介していきたいと思います。ここは押さえといてね、損はないんじゃないかっていうね、3つのパターンがありますので、ダイニングをちょっとなんかおかしいぞっていう方はチェックしてみてください。まず1つ目はですね、ダイニングに合わせるもの1、サイドボードです。はい、こんな感じで、ダイニングの脇にすぐ後ろですね、壁際にサイドボードを置いちゃう。っていうやり方ですね。ナチュラルなインテリアでももちろん使えますし、ちょっとねモダンなミッドセンチュリーっぽいインテリアでももちろん一緒です。さらにねこんな雰囲気、シックな雰囲気のインテリアでもまさにこれね同じことをやってます。テイストはそれぞれ違いますけど、やってることは同じですよね。これでバランスが取ることができます。最もポピュラーなやり方かもしれません。様になりますしね、収納が増えて便利っていうのがあります。サイドボードの上にね飾り付けができますので、ダイニングのスペースが賑やかな感じになることができますよね。ダイニングテーブルはもう本当に手つけなくても OK なんですよ。ポイントとしてはダイニングテーブルとサイドボードの高さを合わせるっていうところだけ注意して選ぶようにしてください。これがないとちぐはぐな感じになってしまいますので、ここだけ注意してあげてください。続いてダイニングが寂しい時に合わせたいもの2つ目はシェルフになります。よく言われるやつで言うと見せる収納というような感じでしょうか。例えばこちら、こんな感じでですね、壁付けのパターンですがこんな感じ、これは主に本を飾っているようなところですよね。こんな感じで背景を賑やかすというようなイメージでしょうか。続いてはこちら、これはね北欧デザインのイメージで、こんな感じでね壁付けの板がねついているだけでもいい雰囲気になりますよね。
ね。で続いてはこちら、ダイニングの一番奥の壁にこちらも同じように壁付けの棚が置かれています。あとはこんな感じとか、これ、ね、シェルフを置くだけでもこんな風になります。でね、時計を置いたり本を置いたりとか、いろんなバリエーションができていますよね。続いてはこちら、これねシェルフ置いただけです。この中にフラワーベースを置いたりね、背景にアートも組み合わせてたりとかね、意外とやってる方すごい少ないんですけど、かなり効果的です。これ置くものによって印象が大きく変わるっていういい部分もありますし、最もね自由度が高いっていう特徴があります。自由度が高くて選ぶものが多いんですが、アイテム数が数多くなりますので、バランスも取りやすいっていうね、難易度は意外にも低いっていうところがあります。これをやる時のポイントなんですが、詰め込みすぎない適度な間を用意してあげてください。このね事例なんかでもそういった間を意識されていると思います。例えば低いとか高いとか、広いとか狭いとか、立体と平面とかね、メリハリをつけてあげるのがこのシェルフのレイアウトのポイントになってきます。まあ、これはね事例を見つけてそれをね真似してあげるだけでも全然この様になるようなものになっていると思います。最後にダイニング寂しい対策に合わせたいアイテム3つ目は、アートとペンダントランプを組み合わせてあげるっていうやり方になります。背景はアートのみですね。例えばこちらすごいねジャパンディ系のインテリアで、アートが1個あります。でペンダントが特徴的なものがポンとある。続いてはこちら、背景にアートが3つあります。そしてガラスのペンダントランプが吊るされているというような感じ。そして続いてはこちら、これすごくシンプルで北欧系のインテリアですよね。アートはこの抽象的なアートが1個空間にねポンと置いてあって、特徴的なランプが、ペンダントランプが置かれています。こんな感じでですね、シンプルにアートを配置するだけなんですよ。なので最も手間がかからない手軽ではあります。ただやることが少ない分バランスがとても難しい、難易度が高いっていうような特徴もあります。このやり方って難易度が最も高いので、ちょっとねちゃんと覚えておいてもらいたいところなんですよね。なのでここでクイズです。ダイニングのバランスを取るために注意すべきポイントは一体何でしょうか。アートと照明とダイニングテーブルあります。これのバランスの取り方です。次の4つから選んでみてください。1番テーブルとアートの中心を合わせること、2番空間としてこれを捉えること、3番照明の反射に気をつけること、アートに照明がね反射してしまっているよと、4番動物のモチーフは食事の時に罪悪感を感じるので NG。 さあこの1なのか2なのか3なのか、一体どれなんでしょうか。考えてみてください。一体どれが正解でどれが不正解なんでしょうか。はい、そろそろ行きたいと思います。正解は2の空間として捉えることです。これねどういうことかっていうと、ポイントがあります。このポイントをお伝えすると、基本的にねダイニングってテーブルと照明とセットで考えるっていうことが大事です。配置関係のセットですね。続いて大きな1枚のアートを使ってダイニングの大きさボリューム感とアートのボリューム感を合わせてあげるっていうところですね。ちょっとこのぐらい大きなダイニングだったらこのぐらいのね存在感を欲しいなみたいなバランスです。でそして複数で存在感を出してバランスを取るっていうやり方もあります。先ほどね3つ連続するアートってありましたけど、こういったやり方もあります。でこれもまあボリュームを取るやり方の一つですよね。で最後なんですが、小さいアートのサイズの時には特に間の取り方に注意してあげてほしいということなんですよ。はい、このね最後の部分を今この方がやられているっていうことで実際に見ていきたいと思います。はい、こちらです。自宅のダイニングスペースが寂しくて物足りない状態になっている原因なんですけど、テーブル、アート、照明がバラバラしてまとまりがないっていう状況にまで発展しています。これがですねやっぱりさっき言ってた難易度が高い、ちょっとね難易度上がってくるっていう割に結構やっている方多いんですよね。大きいアートってちょっと失敗したら怖いな、心配、ちっちゃい方が安いし取り入れやすいっていうことで、ちっちゃいアートをね取り入れてる方、心当たりある方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、これめちゃくちゃむずいんですよ。実は空間に対してちっちゃいものをどこに置けばいいんだっていう正解を探っていくみたいなね作業になってくるんで、めちゃくちゃ難しいんです。なのでこのバランスを取るやり方今回教えちゃいますので、ちょっとね事例を参考に自宅でもやってみてください。このね3つの要素ですね、テーブル、アート、照明のバランスを整えるだけでまあ解決するわけです。はい、じゃあねこれテーブルと真ん中のアート、照明のねこれを一塊で見る、さっき言ってたね空間として捉
捉えてください。一個ずつアイテムで見ない、テーブルはこれがいい、アートはこれが気に入っている、照明はこれが可愛いみたいな感じじゃなくて、そこの空間を見てください。それのねバランスをうまく距離感を縮めて、ちょっとね今バラバラになっているっていう感じですよね。それを縮めるとこんな感じになります。はい、これね調整しただけです。アイテムも増やしてません。アートはねちょっと小さい気がするんですが、まあ、バランス的にはこんな感じで OK かなと思います。ちょっとね引いたアングルでも見ていきましょう。全体を見ていくといった意味でこんな感じ、ソファー側から見た感じだとこうですよね。確かになんか寂しいなっていう風に思います。結構ね間が空いててどうしたらいいんだろうっていう印象になってると思います。これを先ほどのバランスで見てみるとこんな感じになります。はい、もうこれでいいんじゃないみたいなね、物足りないから何かを足そうかなっていうね思考になっていたと思うんですが、そもそもパラパラした印象をキュッとまとめてね、それだけでいいじゃんというね、そんなことなんですよね。実はこれのやり方はですね、結局全体を離れてみた時にどんな現象が起きているかっていうのをね自分で理解していく、写真を撮るっていうのが結構ね客観的に見る方法の一つだと思いますので、ぜひねこれやってみてください。ちょっと気になるところもう一箇所だけあるんですけど、それがですね照明の光量が強い気がします。ガラスの照明ありますけど、この装飾がね美しいものだと思いますので、もう少し光を弱めてあげてダイニングを演出する光のオブジェのように使っていただく。弱すぎると寂しいけど、天井側にあったやつがこう近づいていくとその光量はちょっと弱まっても用途としてはそこまで変わらないぐらいの感じなので、ちょっと弱めてあげる。そうすると光量が抑えられて華やかなキラキラとした印象が作れると思いますので、ぜひやってみてください。はい、というわけでですね、今回褒めるインテリア結構ね20件ぐらい集まったんですが、特にね今ご覧になっている視聴者の方々に参考になる、真似しやすい、すぐに使える解決方法があるといったやり方をねご紹介しましたが、これでまたね評判良かったらまた募集しちゃうと思いますので、もうちょっといろんなパターン見てみたいと思ったらね、コメント欄でこんなパターンも見たいです、うちこんな感じですみたいな感じでね言っていただければ、参考にしてまた募集したいと思いますので、ぜひねコメントとグッドの方をやるようにしてみてください。はい、というわけで近況報告のコーナーとなります。先日ですね、僕がやっているインテリアブランドモダンビーブルズの新作インテリアアイテムのねサンプルができたということで、新商品の商品開発検討会というねイベントを行いました。でね、その時に視聴者とかねフォロワーさんのね方を募集して、1日20名で2日間にわたって約40名の方々からですねプロトタイプ届いたやつを使ってご意見をいただいたんですよね。今回来ていただいた方はモダンピープルズのメンバーという形にさせていただいていて、ホームページの、販売の商品ページと、あと商品の説明書のところに開発メンバーとして名前を掲載させていただこうと思っていて、皆様を本当モダンピープルズの開発メンバーとして一緒に盛り上げていただければと思います。じゃあ高さんスタートの合図を、はい、スタート早い、はい、このサイズがベストなんじゃないかっていうサイズもこう検証してもいいかなと、色をつけて販売しようと思ってるんですね。ただ色の種類は多分 2,3 種類ぐらいしか作れないそうなんで、なのでまあどの色にしようかなっていうところですね。今は結構いろいろあるんですよ、まあ、こういう感じで好きなやつを選んでいただいて、まあ何種類か、例えばグリーンがないとちょっと寂しいなとか、なんかそういうのをいろいろ試していただく。今回の検討会もリグナテラス東京さんの店舗の一部スペースをお借りして行われました。新作の開発段階で最初のプロトタイプをみんなで見て、気になるところや良いところを4つのグループに分けてご意見いただきました。商品開発にかなり有効な手段だなと思います。今回の商品はアートフレームとアートポスター、照明、フラーベースとドライフラワー。次回の商品ではないのですが、コンパクトソファーも検討会に間に合ったので見ていただくことにしました。参加者の方はインテリア業界にいらっしゃる方をはじめ、業界関係なくインテリアに興味を持たれている会社員の方や学生さん、主婦の方など様々な方からそれぞれの目線でご意見いただくことができて、とても参考になりました。ちなみにリグナさんではモダンピープルズの現在リリースされている商品が全て常設展示されていますので、気になっている方はぜひご覧になってみてください。
検討会が終わって、まあ、2日ぐらい経つんですけど、もうすでにね、いろんなレポートが上がってきています。約40名の方がね、レポートも1通2通じゃなくて各商品5個ずつぐらいね、送ってくれる人もいるし、なのでもしかしたら何百のレポートが上がってきています。いただいた意見をね、元に、あ、それ確かになっていうのはどんどん反映していきたいなっていうふうに思っています。でこういうのって普通の会社だったらね、絶対に社外費でね、こんなプロトタイプが出回るというかね、見れる機会なんか絶対にないんですけど、これがね、僕の強みかなっていうふうに思っていて、やはりね、僕についているのは視聴者の方、フォロワーの方なので、リアルな生の声を聞いて、作っていった方がより良いものができるんじゃないかなというふうに思っています。その方がね、可能性確実に高いなって思ってますし、あ、これがこうなったんだっていうのもね、単純に面白かったりもしますよね。このあたりはね、前回もそうだったんですけど、今回もね、それを採用して前回もいいものができました。で今回はどうなるのか期待していてください。やはりね、ものづくりって作ってる方はね、買う側のね、気持ちをね、忘れてしまって、身勝手なものを作ってしまったりっていうことはめちゃくちゃ多いんですよ。世の中にいっぱいあるんですね、そういうものって。だから売れ残ってセールとかになっちゃうんですよね。なので、僕はね、そういう部分をしっかりカバーして、フィードバックを受けて、客観的な目線を入れた商品作りをしていきたいと思いますので、ぜひね、この先もですね、チェックしてみてください。はい、今ですね、緊急で今、動画をね、差し込んでおります。今もう本当に今決まった情報なんですけど、緊急情報です。まずですね、落ち着いてください。まず何がね、決まったかというと3つあります。まず1つ目なんですが、なんと新宿伊勢丹の本館の方でですね、モダンピープルズの商品が限定販売されることに決まりました。はい、決まりました、ついに。はい、でね、これ、情報ね、もう間違えたらもう本当で出禁というか、出入り禁止というか、もう、契約が終了してしまうというか、とんでもないことに発展しかねないので、ちょっとメモを見ながらご紹介したいと思います。まず伊勢丹さんで8月の2日から7日のね、この期間に、伊勢丹の催事場6階にあるんですけど、そちらで限定販売します。でそれがですね、その催事場、何の催事かっていうと、僕の催事ではなくてインテリア全体の催事なんですよね。でその一角でね、だいたい5メーターぐらい四方のスペースが僕に与えられまして、そこでインテリアコーディネートをするというね、そういったイベントになっています。でなのでいろんなブースがあります。そのうちの1個に僕のブースがあるっていうような感じなので、インテリアのこうね、ちょっとしたお祭りみたいな感じで1週間ぐらいやっていくっていうことなんですよね。でそこのコーディネートに僕の新作の商品を当て込んで行こうと思ってるんですよ。なのでそのタイミングで販売するというような形になってます。そのね、新作をここで発表しちゃおうっていうね、それがね、2つ目のトピックになっています。さらにですね、伊勢丹さんとね、特別コラボイベントということで、このね、2日から7日の期間中の土日3日と4日ですね、この日は僕も現場に伺おうかなと思ってまして、でそれでですね、この2日間限定で僕と、来ていただいたお客さんの方とですね、インテリアの相談会っていうのをね、マンツーマンで行うっていうね、イベントをやろうかと思ってまして、インテリアの相談ってなかなかできないですよね。しかも、このイベントは無料になってますんで、インテリアでね、購入でお悩みの方とかですね、欲しいものがあるけど一歩踏み出せないとかですね、背中を押してほしいとか、もしね、今検討しているのが間違っているのか分かんないので変だったら止めてほしいとかですね、そんな方へサポートをしますということなんですよね。で新宿伊勢丹のインテリアフロアってね、5階になってるんですけど、結構広くていいものがいっぱい置いてあるんですよね。混乱ショップなんかもあったりするし、雑貨もいっぱいあります。なのでそちらを一緒に回りながらアドバイスしていくという企画になっていて、まあ、詳しくはですね、概要欄にそこの申し込みの URL を載せてありますので、そちらから、応募してみてください。そこからね、人数は限られてしまうんですが、希望のね、時間帯選べるようになってますんで、ぜひ、
チェックしてみてください。ついにね、伊勢丹さんからご連絡をいただいたということでね、まあね、期間限定ではありますが、とてもね、気になるトピックになっておりますので、ぜひ来てみてください。はい、というわけでインテリアライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。Thank you.